皆さんこんにちは、レクセン人講師の雲野です。森山です。今回は、この秋から始めて2021年の司法書士試験合格を目指す、レックの新15ヶ月合格コーススタンダード並びにスタンダードプラス、こちらの2つのカリキュラムの違いを、ご紹介していきます。まず新15ヶ月合格コースについて簡単に説明します。新15ヶ月合格コースはレック定番のコースで、法律勉強の経験のない方でも司法書士試験を目指すことができるコースです。また新15ヶ月合格コースでは歴代たくさんの合格者を輩出しています。毎年一発合格者の方も出ており、自信を持ってお勧めできるクラスです。さらにこのコースは9月、10月こちらから始まる秋生と3月、4月から始まる春生があります。今回は新15ヶ月合格コース秋生、こちらですね、のカリキュラムをご紹介していきます。続いて、秋から始めるメリットについてお話をいたします。秋から始めるメリットは、春から始めるよりも半年も早く勉強を始めることができるんです。司法書士試験は毎年7月に実施されるため、秋から始めると約1年半、勉強時間が確保できるというわけです。期間が長い分、勉強時間じっくり取ることができるんですね。勉強時間が長く取れると、例えば仕事、学業、家事、育児との両立がしやすくなります。ですから司法書士を勉強したいというふうに考えている方は、ぜひ今からの勉強をお勧めします。春まで悩んでしまうと半年を無駄にしてしまうのです。それでは、ここからはこの秋から始まる2つのカリキュラム、スタンダードとスタンダードプラス、それぞれの違いや特徴についてご紹介していきます。まず大きな違いとしましては、合格までの学習プランを週2回の講義で無理なく進めていくか、それとも、春までは基礎に特化して、進めていくかということなんです。これから2種類のカリキュラムの大きな違いを見ていきますので、どちらが自分に合っているのかどうぞ確認してみてください。まずは、私森山が担当するスタンダードのカリキュラムについてです。レックがこれまで35年間の指導の中で培われたノウハウが凝縮された、まさにザ王道のカリキュラムです。このコースは全体構造編という最初に司法書士試験の大まかな話をした後に、早速本論編、民法をやっていきます。まず民法をマスターして次の不動産登記に移る、1科目をマスターしてから次の科目に移る流れで講義を進めていきます。週1回通学、2回講義で無理なく継続していきやすいカリキュラムです。続いて、私雲野が担当するスタンダードプラスのカリキュラムについてご紹介します。このスタンダードプラスは、スタンダードと同じく、全体構造編、本論編も含まれています。どこに違いがあるかというと、王道スタンダードの要素はそのままに、さらにプラスとして基礎編がこのカリキュラムには入っています。まず、一回し目の基礎編について、ご紹介します。基礎編とはですね、まず司法書士試験の全科目11科目あるんですけれども、こちらについて一通り学習をしていきます。ここで知識の核を作っていこうというのが狙いなんです。そして一通り終わりましたら、また最初の民法に戻りまして、この知識の核に続いて二回し目、知識の層をつけていく、こういった学習になっているんです。この本論編で、もう一度11科目について少し発展的な内容を踏まえてお話をしていくという、2階建て構造になっているということなんです。さらに、基礎編と本論編のテキストは同じブレイクスルーテキストを使用していきます。そこで、情報が一元化できるんです。テキストがかさばったり何冊も行ったり来たりする無駄が省けるということになります。それでは、新15ヶ月合格コースを受講し一発合格をした方からいただいたコメントをご紹介します。15ヶ月合格コースの週2回ペースはちょうどよく、復習にも時間を十分取れて学習をストレスなく進めることができました。このコースを取れば、通常のインプット講義に加え、試験までに必要なものがすべて含まれていることと、基礎から法律が学べてよかったです。何から勉強すればいいのか、どれぐらい時間をかけるべきなのかといった初学者の不安や悩みを一挙に解決してくれるコースです。
初学者が合格するために必要な知識を基礎的な部分から順序よく無理なく学習していけるコースだと思います。この合格者の声は森山、運のクラス歴代の合格者でそれぞれ活躍の場を見つけているみたいですね。ここまで足早で新15ヶ月合格コースについてお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。もしコースについてより詳細が知りたい方、価格やスケジュールが知りたい方は、レック本校窓口、司法書士ホームページ、コールセンターまでお気軽にお問い合わせください。動画の説明欄に掲載している URL から資料請求をしていただくこともできますよ。それでは、司法書士試験合格を目指す皆さんと教室で、お会いできるのを楽しみにしております。ご清聴どうもありがとうございました。